アムールトラの達夫君を送る会を開催いたします。師走は本当にお忙しい時、また、今日は本当に天気悪い中ですね、こんなにたくさん、達夫の送る会に集まっていただきましてありがとうございます。このアムールトラをですね、もう皆さんご存知かもしれませんが、今その 95% が極東のロシア、ここに生息していると言われておりまして、現在350頭から450頭程度しかいないだろうという、非常に希少な動物でございます。動物園、世界中の動物園の中には今500頭が飼育されておりまして、そのうち日本の動物園は24の動物園、ここにですね、オスメス27頭ずつ54頭が飼育されております。いずれにいたしましても非常に希少な動物で、絶滅、いわゆる絶滅危惧種と言われているものです。動物園の種の保存を担当する動物園としては、これを何としても次の代につなげていくために、繁殖を目指していかなければなりません。このタツオに関してはですね、1999年にこの丸山動物園に来ております。愛とのペアリングに関しましては、この5年間ずっと努力を続けてまいりましたが、残念ながら繁殖には至らないで今日まで来ております。タツオも13歳ですし、愛も8歳ということでですね、このままいくと非常に繁殖の可能性が低いということもありまして、新たなペアリングを目指すことになりました。それで今年多摩動物園の方でですね、繁殖実績がありましたリングというオスがですね、この丸山動物園に来て新たに愛とのペアリングにチャレンジすることになりました。それで大変タツオには申し訳ないんですが、帯広の方にですね、行ってもらって、来年は愛とリング、この2頭によるペアリング繁殖を目指すことにいたしました。そういうことでございますので、ぜひ市民の皆様、この来年の愛とリングの繁殖に向けてですね、これがうまくいきますように、ぜひ応援をお願いいたしたいと思いますと同時にですね、一時的に、にはなりますが、帯広の方に行きます。この本当に立派なアムールトラの活動に、これからもですね、温かいご声援をぜひお願いしたいと思います。